ベルとテールライトは、はいはい、こうつけさせていただいておりまして、はい、事故とかに遭われた際に、はい、ちょっとこちらの方に、まあ、あの流れというのが書いてきますので、はい、で、まあ、何かありましたらこちらにもご連絡いただくような形でお願いいたします。眉毛の上ぐらい、結構深めにかぶってます。あ、そうです。はい。したら後ろのタイヤを右に回して、さらにここをこのまま、はい、で今ちょっと緩いので、引っ張ってもらって、はい、指が1本か2本入るぐらい。で、長押しで。はい。はい、そうしますと電源が入ります。でこの際にペダルに足を乗せてない状態で電源を入れるようにお願いいたします。はい、こちらが、モードの切り替えになります。はい、左手の上下でボタンでエコモードとノーマルモードとハイモード、はい、この3つのモードで切り分けて走っていただきます。はい、坂がちょっときついなと思ったらハイモードにしてもらったり、はい、切り替えをしてみてください。はい、ライトボタン。はいはい、押していただくと、はい、この燃焼灯がつくようになってます、はい、あとはギアの変速は右手になりますので、親指で軽くなります。人差し指で重くなります。ギアの変速は漕いでる時に入るようにお願いします。どうやってどっちをどういう時に使うんですか。走ってる時に、はい、アシストのモードの切り替えもギアの変速もどっちも、はい、してもらって大丈夫です。もうこの時に膝が曲がりきらないぐらい、はい、で足は地面と水平にしてもらって、足のここですね、はい、足のこの親指の押し切る、押し切る後ろです、はい、そこで踏んでいただくような形。なんですけれども、ギュッと握ると、はい、急にかかって危ないので、うん、ゆっくり引いていただくようにお願いいたします。